ミシェル・ノストラダムス氏の予言集。1568年にリヨンで出版されたミシェル・ノストラダムス氏の予言集は、先生術師ノストラダムスの予言集のうち、現在確認されている範囲では、最古の完全版にあたるものである。有名な恐怖の大王の詩も、この版で初めて登場したが、ノストラダムスの死後2年目にあたる出版のため、この版で、 初登場した部分を偽作とみなす論者も存在する。この版は16折の本で、基本的なサイズは 7cm 程度 X10cm 程度である。減損する版によって、若干のブレがある。ページ数は全202ページである。ただし、特徴的なのは、ページ番号が第1部と第2部で独立して付けられている点である。第1部が125ページ。 白紙のページを1ページ分挟んで、第2部が76ページ。メインタイトルは、1557年9月6日半と、同じミシェルのストラダムス氏の予言集。前述の著者によって新たに加えられた未完の300ペンを含むである。その下の基範画には、アストロラーベを掲げている手が描かれ、冒頭の画像参照、従来の書斎に座って窓から星を眺める。 ノストラダムスを描いた、規版画とは異なっている。木版画の下には、リオンの印刷業者、ブノワリゴーの名前と、印刷した年のアラビア数字での表示がある、エイリオン、パーブノワリーゴド、1568。タイトルページの後に、息子セザールに宛てた書簡の体裁を取った序文、セザールへの手紙が続くが、これは、ショハミア1557年9月6日半に、 掲載されたものとほぼ同じもので、特段の増語や開講は行われていない。序文の末尾に添えられた日付も、1555年3月1日のままである。その後に本編といえる百紙編集が収められている。1557年9月6日半と同様に、第7巻42番までが掲載されている。各巻は100編の四行詞からなるが、 第六巻のみは九十九番までしかなく、その後に番号の振られていない全文ラテン語の四行詞が続くという変則的な構成になっているのも1557年9月6日半と同じである。第七巻四十二番の後にフィン、カントあり第一部が締めくくられている。タイトルページにはミシェルノストラダムス氏の予言集。二巻であった百詩編第八点九。 10巻レプロファティデ・エム・ミヒエル・ノストラダムス、センチャース・バイブ・ナイン、エックス・キー・ノ・オン・ティ、アンコース・ジョメイ・エス・ティン・プライミスとある。このタイトルを持つ先行する版は、確認されていない。木版画は、地球の上に乗った人物が描かれている版と、地球を支える巨人アトラースが描かれている、版の二通りがある。タイトルページの後に、 国王アンリ二世に宛てた検定文の定裁を取った序文、アンリ二世への手紙が続く。末尾に添えられた日付は、1558年6月27日とあるが、1558年に出版された事実は、確認されていない、皇室の1558年版参照。その後に百紙編集、第8巻1番から第10巻100番までの300編の四行詞が、 収められているこのうち、第8巻52番の死は4行目が冒頭で、唐突に途切れており、第10巻91番も、最後の行に、類似の欠落がある可能性が指摘されている。これらの理由は分かっていない。1555年版や1557年版は、末尾に印刷された日付が書かれていたが、この版にはそうした記載はない。 1557年9月6日半では、百次編第7巻は42番で終わっていた。1568年版では、上で見たように残りの43番から100番が、保管されないまま、第2部が追加されている。このことは現在でも、大きな論点の一つになっている。ミシェル・ショマラやパリ第12大学助教授のブリューノプテ、イコール・ジラールは、別人が、 ノストラダムスの死後に第二部を付け足したためにこのような不整合が起こってしまったと考えている。第二部を本物と考えるピエール・ブランダムールもこの不整合については理由未詳としていた。他方でピーター・ラメジャラーのように出版業者の都合で生じたものに過ぎないとする者も,もいともあれ、この五十八編の欠落は後世に偽作の余地を与えることになった。 17世紀には、7巻の43番、44番と、称するものが複数現れた。トロアで出現した43番、リオンで出現した43番、44番、フロンドの乱の最中に現れたとされる42番、43番、口実などである。また、17世紀に現れた六行詩集が、全58編なのも、7巻の欠落を意識したものと、 みなされている。ブノワ・リゴーは、リオンの大出版業者で、幅広く、事業を手掛けていた。多くの印刷工たちに、実際の印刷作業を下請けさせており、1568年版の、いくつかもそうした下請け業者の一人、ピエール・ルーさんが手掛けたという説もある。リゴーは、予言集以外のノストラダムスの本も手掛けており、1566年に、大体号への書簡を、 1572年に化粧品とジャムロンの再販の一つをそれぞれ出版している。前者の出版の折に、ノストラダムスとリゴーの間に面識ができ、それが1568年の予言集出版に結びついたと見る者も,もいる。また、その後20年間、ノストラダムスの予言集は一切版を重ねいないことから、リゴーに何らかの独占権が付与されていた可能性を、 指摘する者も,もいる。他方、リゴーは手広い出版事業の中、ノストラダムスの便乗本も多く出版していた。そもそもリゴーが最初に出したノストラダムス本、1564年頃、自体が、ノストラダムス二世紀の著書であった。それ以降も、ノストラダムスの一番弟子、クレスパン・ノストラダムス、アンウェールド、ビリー、ジャンマリア・コロニ、コルモペイドなど、 偽物や模倣者の著書を非常に手広く出版している。1568年版に最初に言及したのは同時代の書誌学者アントワーヌ・デュベルディエで1585年のことだった。彼はミシェルドのストラダムスの校で批判的にこう紹介している。書誌上の重要な言及を最初に言ったのは19世紀末の書誌学者アンリ・ボードリエである。彼は エクトールリゴーの蔵書をもとに、1568年版には、微妙に、タイトルページのレイアウトやデザイン異なるものがあることを指摘した。この指摘を発展させたのが、ペルー人の実業家だったダニエル・ルソで、彼は1568年版を A から H の8種類に分類した。ルソが分類の基礎としたのは、表紙の基板画や花模様、フラロンの違いである。彼の分類が、 今なお重要な意味を持っているのは、単に細かいレイアウトの違いだけでなく、それぞれの番にはテクストにも感化しへの際があるからで、ある。例えば、恐怖の大王の、恐怖のは、以下の A 番や B 番では、デフラーに、C 番では、D フラーに、分類外の番では、D フレアに、それぞれなっているが、一番初めのものは、 支払い役の代用とでも訳すべきだとの指摘がなされている。この他にも、第9巻89番の、効果 l イフイと、A 番、B 番、C 番と、努力 l エエォート分類外の番、第10巻35番の、メーヌメーン、A 番、分類外の番と、マルヌマーン、B 番、C 番など、分位の把握に差し支えるような異文が複数ある。こうした違いは、 すべての版が実際に1568年に出されたわけではなく、より後の時代に再版されたものも含まれているためと推測されている。以下の分類では、現存状況がわかるように所蔵している公共図書館等を記載したが、その情報の基礎になっているのは、チャーマット1989、ベネズーラ1990である。その後の情勢の変化等によって、 さらに増えている可能性もある。一例を挙げるなら B 版の所蔵先の一つであるミシェル・ショマラ文庫にこれが入ったのは1998年11月のことであるがそうした個別状況の変化は以下の表には必ずしも反映されていない。なお、分類外とあるのは従来の分類にはない版として認識されるようになっている版を指している。 上の分類の G 版、H 版の第一部のタイトルページには、観光年の記載がなく、厳密に言えば、1568年版とするのは、不正確なのだが、統一して、扱うのが、慣例になっているので、ここでもそれに従った。なお、マルセイユ市立図書館にも一冊あることが知られているが、これは、C 版の第一部と B 版の第二部を貼り合わせた版で、あることが指摘されている。 1568年版は、第1部と第2部が別々に分かれていることから、2つの版を貼り合わせたものである可能性が指摘されている。第1部の定本が1557年版で、あろうという点に議論はないが、第2部の定本は今なお議論の的である。いくつかの根拠から第2部のみの版が存在した可能性は強く指摘されているが、2010年現在、 発見されていない。第二条文の日付から、それが1558年に出されていたと考える、論者も少なくない。他方で偽作と考える論者たちも存在しており、1558年版が実在したかどうか、実在したとして、どのような文書が含まれていたのかについては、結論が出ていない。ブノはリ号は、1594年と1596年にも、 再版している。現存している版は、1594年,15年と明記された第一部と1596年と明記された第二部が、張り合わされた変則的なものである。ブノワは1597年3月に没したが、それから1601年頃までは息子たちが、ブノワ離合の後継者たちという名義で、出版事業を継続していた。この時にも、 予言集は少なくとも一回出されている。このタイトルページのデザインは1568年版と同じである第二部の基範画は B 版などと同じもの。1601年頃からブノワの息子たちは個人名で活動するようになった。その一人である長男のピエール・リーゴーも1568年版と同じデザインの予言集を出版した第二部の基本画は a 英版などと同じの。彼が17世紀初頭に手掛けた版は、タイトルページの版元の表示で使われている、前置詞の違いから、少なくとも3種類あることが知られている。この原文は、1568年版を忠実に、写したというよりは、少なからず修正が加えられたものになっている。ほぼ同じ頃に、リオンの業者じゃん、ポワイエが出した版は、表紙の基範がこそ違うものの、 内容はピエール・リゴー版とほぼ全く同じであった。以降、17世紀末までリオンでは数十回版を重ねることになるが、それらは基本的にこの流れを踏襲している。前後するが、1590年にはカオルの出版業者、ジャック・ルソーも予言集を出版していた。前十巻の予言集がリオン以外で出版されたのは、それが初めてであったが、 その内容は、ブノワリゴー版を忠実に転記したものであったと指摘されている。その後、1605年版、出版地、出版社の記載なしのタイトルには、1568年に、リオンで出されたブノワリゴーの版に基づき構成、改訂された版、リースコリジシャー l a コッピーインプライミーリオンパーブノワリー5度、1568と書かれ、 同じ副題は1628年頃に、トロワのピエール・デュ・リオーによって出版された版にも用いられた。さらに、1643年に、マルセイユで、クロード・ガルさんによって出された版でも、1568年に、リヨンで出された部のはリゴー版に基づく、プリンス,ス・スール・エエー、コッピー・インプライミー・ア・ライオン。 パーグのアリーゴド1568という副題が添えられていた。ただし、この版は第2部に相当する内容を含む、版の中では伝統的な2部構成を止めた初めての版であり、スタイルなどを忠実に引き継いだわけではない。時代は下って1772年にアビニョンのトゥサンドメルグによって出版された版には、1568年に、 実施セザール・ノストラダムスの監修で初めて出された、版に基づく10巻構成の審判、ニューベルエディション・インプライミー・ディア・プレイ・ LAA、コッピーデール・エプレミア・エイダス・ヨンフェット・スー・レ・ユーで、シーザー、ノストラダムス・サンフィス・エン1568、ディバイジー・エンディックス・センチャースという副題が添えられていた。ちなみに1568年版に、セザールが関与したとする資料は確認できない。 この副題は、その後フランス革命期に、アビニョンで何度か出された版にも引き継がれた。1568年リヨン版には、偽版も複数出されている。まず、1649年頃には、国王シャルル旧世の G にして、不正室の卓抜な天文学者の一人であった、ミシェルノストラダムス氏の予言集。リヨン、1568年、レプロファティデ・エム・ミヒェルノストラダムス。 マザン D ユーロア・チャールズナイン、アンドイル UN でプラスエクスレンスアストランムズキー、ファーンとヤメイズと題する議判が、トロアもしくはパリで出版された。これは、当時ジュール・マザランを抽象するために出されていた、マザリナードに類するもので、以下のような偽の写片が織り混ぜられた版だった。7から42、7から43、ニラザン、ン・ラザムは、マザラン。 マザリンの単純なアナグラムである。クロイソスは、符号で知られる古代レディア王国の王で、財と牽制を誇った、マザランの比喩だという、ベネズーラ、1990p209。つまりは、どちらも、マザランの没落を祈って書かれたものである。この版は、1656年の著者未章の注釈書、ミシェル・ノストラダムス氏の真実の四行詩集の解明、にて、 すでに偽物であることが指摘されていた。そのため、後の時代の番にはほとんど影響を及ぼさなかったのだが、テオフィルド・ガランシエールは1672年に初の英仏大役版、予言集を出版した時に、この議判を定本にした。彼は、上記のニラザン、ガランシエールの番では、ニズラムとなっているの詩について、こう仲介している。ジェームズ・ランディが指摘するように、 この詩を40年前、1632年に読んだことはありえず、少なからず誇張が含まれている。これらの明らさまな偽の詩編は、日本で唯一の普通話大役版、予言集にも本物として収録されている。なお、この偽1568年版のタイトルページは1605年版のものと告示しており、情景の画像を参照。 内容も1605年版以降でないと現れないものが含まれていることから直接1568年版を参照したのではなく1605年版を元にしたのだろうと推測されている。もう一つ全く異なる批判がある。これは本来の1568年版のタイトルや版元の記載を忠実に写したものだが画像参照、木版画は全く異なっている。 この木版画も含む表紙のデザインを、ノストラダムス自身が手掛けたと主張する者もいるが、裏付けるような資料はない。この擬版の作者は、聖書法の変化に無頓着なため、16世紀当時の表記に比べると、現代の綴りに近くなっている、ナストラダムブス、ナストラドマス、アデスティス・アゲティスなど、この綴り字と聖書法の歴史的変化の比較から、 18世紀以降の版であろうということは、1960年代には指摘されていた。現在では、よく似たデザインの歴史が1792年に出版されていることなどが、1772年から1792年に出版されたものだろうと推測されている。ただし、実際の出版地や出版社については明らかになっていない。 19世紀の段階では本物と考えられていたため、19世紀の注釈者、アナトールル・ペルチェが肯定本を出版した時にも、定本の一つとして用いられた。この版の内容は、オリジナルの1568年版と異なって、二部構成を取っていない。また、百紙編第六巻二番の後半二行が、次のように改編されている。 本来の原文、改変された原文。この改変はほとんど相手にされていないが、信奉者のストュアートロップなどは、1709年に、共作で、小麦価格が高騰したことを特筆している。A インボンは少なくとも二度出されている。1940年に、ミュンヘンで、カール・エルンスト・クラフトによって出された版と、2000年に、リヨンで、ミシェル・ショマラによって出された版である。 前者の底本は不明だが、C 版と同じものとされる。後者の底本は、リヨン私立図書館書マラ文庫である。1568年版を転記した版としては、信奉者の立場で、予言解釈を展開した、エリカ・チータムとジョン・ホーグの著書がある。チータムは、オックスフォード大学在学中に、テイラー図書館で1568年を見たのが、 ノストラダムスの解釈を行うきっかけになったと語っているが、編纂の際の定本が何であるかは明言していない。原文そのものは、マルセイユ市立図書館のそれと告示している。ただし、日本語訳されたものは、それと違い、チータム自身が原文を少し改変したものである。ホーの場合、定本はアルゴー博物館のものであると明示している。日本では、 第二部のみに限っては、ラメジャラーの著書の中で忠実に転記されている。すでに見たように、第二部が、ノストラダムスの死後の偽作とする説が存在する。ジャック・アルブロンは、それにとどまらず、予言集、諸版、1557年版などと同様に、1568年版も、カトリック同盟に関連した政治的意図で、鉄造された偽物に過ぎないと主張している。 彼は1568年版を忠実に写したとされる1590年カオール版こそが現在伝わる形の第二序文が最初に現れた版だと主張している。彼の偽作説には当時のタイポグラフィなどの分析などをもとにした反論が複数出されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。